最初になんですが、はい、試験を受けようと思った理由、はいはい、きっかけや、はい、あとですね、通信を選んだ理由と、さらにフォーサイトを選んだ理由を教えてください、はいはい、今すぐではないんですけど、もし転職しなければいけないってなった時に、すでに宅建と保管の資格を持っているので、それにプラスアルファすれば、まあ、ちょっとプラスになるんじゃないかと思って受験しました。でフォーサイトさん選ばせていただいたのが、そもそも独学で勉強していたんですが、その時はちょっとだれてしまって、まあ、時間をちょっとうまく使えなかったのと、逆に通いになってしまうと、まあ、仕事で行けなくなってしまったりするので、まあ、それを加味したら通信でちゃんとスケジュールは管理していただけるんですけど、自分のペースは乱さないでできるっていうところに魅力を感じて選びました。で正直申し上げると、返金プログラムがついていたので、はいはい、そちらでちょっと魅力的だなと思って、なるほど、はい、万が一の時にちょっと備えてみました、はい、やはり試験って難しいの で、 そうです、ね、全額返金保証という制度があると、保険的な、そうですね、ハードルがだいぶこう申し込みのハードルが下がるのかなと、講師の印象、はい、講義の印象を教えてください。もう大変親しみやすくて、知り合いのおじさんに教えていただいてるみたいな形で聞くことができて、言葉もすごく分かりやすくて、こう難しい単語ではなくて噛み砕いて説明していただけたので、すごく分かりやすかったです。テキストはこんなところが良かったとか、使い方であったり印象あったら教えてください、はい、テキストはすごく分かりやすくて、難しい言葉が羅列されているのではなくて、もう喋り言葉のようにこう説明していただけているような書き方をされていたので、すごく分かりやすかったです。私はあまり紙よりもデータの方でダウンロードしたものを持ち歩いて見ていることが多かったので、隙間時間にも見ることができたので、すごく良かったと思います。解説もすごく分かりやすくて、ちょっと気になった時に電車の中とかでも調べることができたので、もやもやずっとし続けるわけじゃなかったので、すぐ解決できてよかったと思います。 e ラーニング学ぶの中で質問機能があるんですけれども、はい、そちらはお使いになりましたか？使いました、はい、その時の感想を教えてください。すごく直接教えていただけているような回答をいただいて、私まだ試験期間よりも早かったので、回答も早くいただけて、モヤモヤがすぐ解決できました。スピード早くて内容もきちんと、はい、きちんと私は違いを聞いた質問の形式だったんですが、こちらはこう、こちらはこうで、ちゃんと明確に知りたかったことを教えていただけたので、大変分かりやすかったです。ありがとうございます、はい、その他に学ぶんで使った機能ありますか？例えばスケジュール機能などもあるんですけれども。私はスケジュール機能ものすごく活用しました。具体的に教えてください。自分が何時間勉強できるっていうものを入力していくと、自動で組み立ててくれるシステムだったので、どうしても自分で考えてやろうとすると、一応スケジュールは立ててるんですけど、まあ、今日はちょっと仕事頑張ったし、このくらいでいいかなっていうのが、おそらく人よりもやってる時間が少なかったんだと思うんです。自分独学をしていたので。ですので機械的に作ってくださるので、もうそういった考慮は一切なしなので、本当にやらなければいけないところまでを立ててくれるので、すごくありがたかったです。ありがとうございます、はい、テキスト問題集以外に使った教材で印象的なものって何かありますか？私戦略の立案のやつをすごく使わせていただいて、はい、3回受けてるんですけど、どうしてもこう不安になったり、どうしようっていうところがあったんですけども、その不安に思っているところをすべて書いていただけて、試験前はこうやって過ごしましょう、事前に準備をしましょうなどということが書かれていて、まあ、みんな不安なことは一緒ですよということが書かれていて、すごく励みになりました。ありがとうございます勉強時間の確保の方法といいますか、工夫があったら教えてください。だいたい平日ですと2時間くらいできてたかなと思うんですが、ちょっと少ないのか多いのかわからないんですけど、移動時間に勉強してちょこちょこ隙間時間にやることができたので、勉強時間の確保になってたかなと思います。当日はどんな風に過ごされましたか？当日も会場に早めに入って、まあ、軽くちょっと食事をして眠くならないように、それも立案の方に書かれていたんですけども、それ通りに過ごしました。緊張とかはどうでしたか？もうまな板の恋ぐらいなんですよねもう、ええ、緊張しつつももうなるようになれみたいな感じです。緊張を紛らわすために行ったことなどありますか？はい、おやつをちょっと持っていったので、それを食べて気持ち落ち着きました。
合格した秘訣、コツがあったら教えてください。はい、今まではちょっと自分で時間を管理していたので、やっぱり勉強時間がトータル少なかったんだと思うので、きっちりスケジュール管理をしてもらえたので、やっぱりそこが合格に結びついたと思います。勉強しているときは、なんで自分ばかりこんな辛い思いしてるんだろうと思うことがあるかもしれませんが、その努力や諦めない姿勢は一生ものだと思いますので、ぜひ頑張ってください。